皆さんこんにちは。デスクトップワークス改め株式会社エンタミナの田口です。来月ライブ配信セミナー現場学校第4弾の開催が決定しました。本日はリリース特番と題して、現場学校ならではの特徴と講義の内容についてじっくり紹介してまいります。どうぞ最後までお楽しみください。現場学校は現場で必要なことを現場のプロから学べるライブ配信セミナーです。全国各地から場所を問わず PC やスマートフォンで参加ができます。生放送のライブ授業は後からアーカイブ視聴も可能です。期間中何度でも繰り返し学習に取り組めます。また現場学校の講義は知識やノウハウのインプット学習だけじゃなく、自ら体験してスキルを身につけるアウトプット学習も充実。ぜひあなたの現場で活かしてください。ではですね、ここからは実際にライブ配信セミナー現場学校第4弾の講義で取り上げる内容について紹介をしていきたいと思います。今回は全10セッションなんですが、大きく6つのテーマで展開します。まず最初がですね、コンテンツプランニングの基礎、ライブ配信の中身、そのコンテンツをどのようにプランニングしていくかというところの基本的な部分で、まずライブ配信システムの構築、あとは、コンテンツとしてどういったものが考えられるか、でさらにその事例ですね、私たちの会社で、これまで行ってきたコンテンツが、どういった目的で作られ、どういったシステムを用いて、かつどういった結果につながったかといったところのお話をしたいと思ってます。あとは継続するコンテンツ、継続しないコンテンツ、これは結構ですね、あまり普段語られない部分だと思うんですが、続けることを見越して行ったもので続かなかったもの、逆に続ける気はなかったけども結果いろいろな方の反応を得ることで継続したコンテンツというのも中にはあって、そういったですね、続くコンテンツと続かないコンテンツ、もちろん、継続していくことで結果的にはビジネスにおけるいろいろな成果というところにつながってくる部分もありますから、そのあたりも、私たちの会社の失敗と成功、どちらかというと失敗が多いかなというところも合わせて、皆さんにお伝えしたいなと思います。であとはですね、コンテンツのクオリティを左右する音声の扱いで、これ結構最近私いろいろなところでお話をしてるんですが、こういったあの映像とライブ配信の場合だと音声という、映像と音声両方もちろんコンテンツとして扱えるんですけど、絵作り、映像における絵作りにこだわる方は結構多くいらっしゃると思うんですが、私はどちらかというとライブ配信のコンテンツは音声の扱いが非常に重要であるなと考えております。ちなみに今私の音声はクリアに届いておりますでしょうか。これこういった内容を講義でやると言っときながら、今音声がガッビガビになってたら申し訳ないなと思うんですけど、映像っていうのは、視覚情報ですから目に飛び込んでくる情報なので、そういう意味では目に視覚として訴えかけたい情報をいろいろ配置したり盛り込んだり演出を加える。ただ音声というのはやっぱり耳に入ってくる情報の聴覚情報なので、そこには形はないんですね。目に見えた形はないけれども、どちらかというと耳にダイレクトに届く、特にイヤホンとかヘッドホンをつけていると耳元に直接そのコンテンツというのが響くわけですから、その扱いというのはかなりコンテンツのクオリティを左右するなと私は考えておりまして、そのあたりのお話も今回のコンテンツプランニングの基礎の中でお話をしたいなと思います。このあたりも多分あまり普段語られていないテーマかなと思っております。でさらに第2つ目のポイントですけど、コンテンツプランニングを実際に実践していこうというところで、インタビュー番組の準備とかプランニングの流れ、あとはウェビナーとか、有料コンテンツ、有料のライブ配信のコンテンツが、どのような準備でどのような仕組みを用いて作られているか、
といったところのお話だったり、あとはレギュラー番組ですね、まあ、先ほど申し上げたように継続するものと継続しないものがある中で、まあ、できる限り継続した運用をしていきたいとか考えている方多いと思うんですけど、じゃあその継続させるためにはどういったコンテンツを組み立てればいいのかといったところの、展開するアイデアというのをどのように生み出しているかといったところのお話もしていきたいと思います。で、あとはですね、これどちらかというとツールの話だったりプラットフォームの話になりますが、目的に合わせてライブ配信に用いるツールをどのように選んでいくか。で、それはもちろんあのカメラとかマイクだけの話ではないですね。配信エンコーダーと呼ばれるものや配信アプリケーションというのをどのように選んでいくか、さらにどこで配信するかというところの配信プラットフォーム選び、まあ、YouTube だったり Facebook だったり、あとは Vimeo といったいろいろなサービスがある中で、それぞれのメリットデメリットを私たちの会社でこれまで数々行ってきた経験の中からお話をしたいなと思います。あとは動画配信を活用した SNS におけるプロモーションのお話で、このあたりも、これまで私たちの会社はいろいろなケース、いろいろなパターンを試してきましたけれども、やっぱり中にはうまくいくものもあればうまくいかなかったものもある。逆にあ、こういうやり方を取るとこういう結果になるんだっていうことのいろいろな発見がこれまでの活動の中ではやはりありまして、そのあたりを今回ライブ配信セミナー第ライブ配信セミナー現場学校第4弾ではじっくり取り上げたいなと思います。さらにこちらですね、これも今回私初めて講義の中でお話しすると思いますが、動画コンテンツのアクセス解析、いわゆるアナリティクスと呼ばれるものですけど、そのアクセス解析データの読み方と、あとはそれをどのように活用していくかといったところのお話もしていきたいと思います。ここも結構ウェブページだとアクセス解析をどのように紐解いていくかっていう情報はたくさん出てると思うんですけど、動画コンテンツってなるとあまり普段耳にしない語られてない部分かなと思いますので、ここもじっくり取り上げたいなと思っております。で、さらにですね、第4セクションではコンテンツ作りとリスクマネジメントというところで、実際にまあコンテンツを生み出すためのアイデアをどのように発想していくか、さらにそれを形にするためのシナリオ作りだったり絵コンテをどのように作り上げていくか、さらに実際番組だったりウェビナーを成功させるための進行代表や進行台本と、あとリハーサルですね、その進行台本をもとに行うリハーサルをどのように進めていくか、さらに配信環境のセットアップ、これはシステムとして構成したものを実際に本番に向けて最適化していくプロセスになりますが、そのあたりのお話もじっくりしていきたいと思います。で、あとはこれ最後やっぱりすごい大事ですけど、ライブ配信というのはある意味で生ものですから、トラブルというのが非常に起こりやすくなる。実は今日もかなりのトラブルが皆さんの目の前には見えてない部分でかなり実は起こっております。ライブ配信でトラブルが起こらないこと、トラブルというのは、起こったら良くないな、起こってほしくないなっていうことは私の中で全てトラブルですけども、そのあたりというのはライブ配信だと必ず起こっていいと言っても間違いじゃない、必ず起こっていいわけではないんですけれども、起こり得るものであると。で、起こり得るものだったら、そのトラブルにぶち当たった時はしょうがない、まあ生ものだししょうがないかって諦めちゃうことももちろんあるとは思うんですけど、ただビジネスで展開していくライブ配信におけるトラブルっていうのは結果的な成果を大きく左右してしまうものですので、トラブルをどのように予測して対策を打っていくか、で、さらにその予測と対策というのは事前準備もそうなんですけど、本番のライブ配信中に生じたトラブルにどのように向き合っていくかといったところの、私たちが取っている予測と対策といったところのお話をじっくりしたいなと考えております。はい。で、さらに第5セクションですね、第5セクションではですね、ライブ配信本番の進行と、あとはファシリテーション、これはライブ配信を実際に進めていく番組として、あとはウェビナーとして進めていく中で、もちろん進行台本を用意してそのシナリオ通りに進めていくというのはもちろんなんですが、
それをどのようにファシリテートしていくか。例えば演者が1人の場合、もしくは2人の場合、3人の場合、どのようなファシリテーションを行ってその場を盛り上げていくかといったところのお話だったり、あとはオンラインにおけるプレゼンといったところの仕込みとアドリブですね。これは事前に仕込んだもの、準備したものとその場で展開される即興のアドリブをどのように扱っていくか、さらに視聴者さんの反応やコメントをどのようにして促していくか、さらに画面上での演出、テロップ、あとは聴覚情報に訴えかけるサウンド効果の活用だったり、あとはビジュアル的なアニメーションをどのように活用していくかといったところのオンラインプレゼンの演出面のお話を講義の中で取り上げたいと思います。そしてこちら第6セッションですけども、これが意外と今回のライブ配信セミナー現場学校第4弾の目玉かもしれません。実習ワークショップ、これはですね、実際に皆さんにコンテンツ作りにチャレンジして配信を行っていただくというワークショップになっております。アイデアをゼロから生み出すためのアイデアブレストにチャレンジしていただいたり、あとはシナリオや絵コンテを作る、そのプランニングのチャレンジをしてもらったり、で実際にライブ配信を実施するチャレンジをしてもらい、かつ行ったことに対して講師の方からフィードバックを行うというところで、今回はですね、ライブ授業、そして繰り返し見返せるアーカイブ動画プラスこの実習ワークショップをオンラインで行う、ライブ配信のプランニング、そして本番配信にチャレンジいただいた上で講師から直接フィードバック、まあ、もちろんその中ではアドバイスもしてまいりたいと思います。で、スマートフォンとかパソコンを用いれば全国各地から場所を問わず参加ができ、かつ講義中に質問なども投稿できますので、ぜひですね、皆さんこの機会にコンテンツプランニングのスキルアップを目指して現場学校第4弾に参加いただけたら嬉しく思います。